究極のカードバトルエンターテインメント、それがバトスピエクストリームゲーム。バトスピエクストリームゲームはユーザー3人で結成されたチームで出場。挑戦者はエイジスステージ、ガーディアンステージ、そして3つ目のファイナルステージに挑戦。エイジスステージではチームの代表者2人がエイジス2人とそれぞれ対戦。勝敗に関わらずガーディアンステージに進むことができる。ガーディアンステージでは6人の中から選ばれた3人のガーディアンに挑戦。戦う順番は通常ランダムに決められるが、エイジスステージの勝利数に応じて対戦相手を指名することができる。ガーディアンステージは勝ち抜き戦となり、3人のガーディアンに勝利すればファイナルステージへ進出。ただしガーディアンは1人1回ずつ使うことができる特別な効果を持ったエクストリームカードを持っている。そしてファイナルステージではユーザーチームとガーディアンチームの代表者による一本勝負。それぞれの代表者はガーディアンステージまでに使用した3デッキとファイナルステージ用デッキの合計4デッキから1つを選択。さらにガーディアンは色縛りもなくエクストリームカードもない正真正銘のガチバトル。挑戦者が勝てば賞金100万円、負ければ賞金はゼロに。前回手札に入れていた監視に砂やりがぶっ刺さる。ナイス！ドレジャーパックをかけた大事な一戦。カリスマ候補生桃崎彩香が青のガーディアン小川に対し有利に展開。こちらフラッシュ大丈夫です。さあ5点。こちらのフラッシュはございます。では5点ライブいただきます。そして見事勝利。無事大解放祭オンラインにてトレジャーパックの配布が決定。よくやったマジで素晴らしい。ありがとうマジで。トレジャーパックはとりあえずゲットしといたから、ね、もう何も視聴者さんになかったらちょっともう本当に土下座もんでしたよ。尻抜きありがとうございます。エロカリアル待って待って。1勝し安堵する候補生だが、2023年はバトスピー15周年ということで、うん、もう梨本 P の粋な計らいでございます。はいはい、なんと6戦目の候補生が勝ったら紫コアも配布しちゃいます。ありがとうございます。6戦目に挑む渡辺にもご褒美追加のチャンスが。まあ誰が来てもあんまりやることは変わらないので。そうだね、頑張りたいと思います。渡辺を迎え撃つのは黄色のガーディアン掛川渚。ドラゴンキッドとマジカルキャットのデッキを持ってきました。まずこの契約スピリットのパオリン&ラーラ、これにいっぱいいろんなドラゴンキッドとかマジカルキャットとかを降臨していくデッキなんですけど、自分のデッキを上から1枚オープンして、そのカードのコスト1につき相手のスピリット全てを BP-3000 するとか、このターンの間相手のスピリット1体を BP-12000 できるとか、 BP をマイナスするっていう効果が多いので、極炎の新入生リリカレム、これを採用しました。BP3000 以下の相手のスピリット全てを好きな順番でデッキの下に戻し、自分は1枚デッキからドローできるので、ドラゴンキッドマジカルキャットの効果でゼロにしたスピリットも全部デッキの下に送れる、そんな新井さんのプロデュースカード、新井さんの娘を採用しました。まだ舐められちゃ困るんですよ。ガーディアン強い、エイジス強いって分からせてやります。行ってこい。行ってくるわ。行けるぜ。行ってくるね。頑張れ。ほい。あっちで見ててもそうだし、さっきあっちで実際バトルしててもそう、息が詰まるんですよね。でもまあ、俺の体調とか体の痛みなんてデッキには関係ないので、きっと力を見せてくれるはずです。最終戦に行ってきます。
ーディアンとしてのプライドをかけ負けられない掛川。なんとしても紫コアをゲットしたい渡辺。果たして勝利はどちらの手に。先攻カリスマ候補生渡辺壮、後攻黄色のガーディアン掛川渚。ゲートオープン、開放。よろしくお願いします。先行いただきます。スタートステップ、コアステップなし。渡辺さん勝てるんでしょうか。はい、紫コアかかってますからね。仮面ライダーウォーズを提示します。はい、いいよ。衝動強いね。えらい持ってる。手札にあるこのカードは自分のドローステップにオープンして手元に置くことでドロー枚数をプラス1します。ドロー後、自分の手札が4枚以上の時、自分は手札1枚を破棄します。なのでドローステップ枚数1枚出します。で手札が4枚以上になったので1枚破棄します。では構成銃ブルームシューターを破棄します。ブルームシューター破棄、バースト破棄。3コスト仮面ライダー中央軽減なしで召喚します。これはまあ捨てられないですかね。自分はデッキから4枚オープンできます。その中の系統仮面を持つスピリットカード1枚とカード名にジオを含むカード1枚を手札に加えます。残ったカードは破棄します。仮面ライダー竜騎サバイブを竜騎サバイブにしましたよ。カードパワーを戦うつもりですね。破棄します。ではこれでメインステップを終了してエンドステップターンを渡します。はい、じゃあターンいただきます。スタートステップ、はい、ステップしてます。なんならすげえ情報アドを与えてますよ。そうです。確かに、ね、でもその代わりネイルはシンプルにしたってね言ってましたね。あ、そうなんです。あ、出ました。ワンパオリン&ララチャイコスカヤ紹介します。この2人はもうどんどん BP を下げていって、でゼロになった相手に対していろんなことを仕掛けていくという。なるほど、BP を下げる。はい。でバーストセットします。はい、これでアタックステップに入ります。はい、アタックステップ入りました。さあ、ここにあるか。ボンドララでアタックしました。フラッシュこちらはございません。ではフラッシュ。お、ゴリ。マジカルキャット。お、マジカルキャットから。降臨時効果使いたいです。どうぞ、はい、このターンの間相手のスピリットすべてを BP マイナス3000できるで3000します、はい、ターンに1回同盟で自分の BP マイナス効果発揮後 BP0 の相手のスピリット1体につき自分はデッキの下から1枚ドローできるので、今1体いるので下から1枚どんどんドローできちゃいますね。トリッキーですよね。ターンに1回同盟で自分の BP マイナス効果発揮後自分のスピリット1体を回復できるので、します回復もしました、はい、よし、こちらはございません。こちらもないです。では1点ここはライフで打てライフで1点受けました。アタック続けます。アタック継続しました。でアタック、うん、でアタック時にまたこのターンの間相手のスピリットスピードを BP マイナス3でできるを使います。はい、フラッシュはありません。こちらもありません。仮面ライダージオー2でブロックします。ブロックしました。ブロック時フラッシュ内です。こちらもないです。ここはライフ守ったか。BP0 なんで破壊されます。はい、でこれで、アタックステップ終了、エンドステップでターン終了します。いただきます。スタートステップ。ターンが返ってきました。コアステップ。ドローステップ。メインステップ何もせず、エンドステップターン終了。ターン終了。いやー、そうでしょ。動けなかったってこと？ターンいただきます。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ。次のターンでドラゴンキッドを降臨します。バディが並んだ。ようやく来たぞ。これはこちらはアタック時、このターンの間相手のスピリット1体を BP マイナス3000できる。その後自分はデッキの下から1枚ドロー。レベル2のアタック時で自分の手札にあるマジカルキャット1枚をソウルコアを取らしに置いたものとしてこのスピリットの隣かこのスピリット以外に契約降臨できる、うん、なるほど。ドラゴンキッドでアタックします。アタックしました。アタック時効果このターンの間相手のスピリット1体を BP マイナス3000できる。確かにないんですけど、その後自分はデッキの下から1枚ドローできる。はい、ドローします。で、ターンに1回同盟で自分の BP マイナス効果を発揮後自分のスピリット1体を回復させます。はい、さあではフラッシュタイミング。ではフラッシュタイミング、ここはもちろん仮面ライダーエボル、ブラックホールフォームを
タグのアタックステップ。手札にあるこのカードはコスト8以下の相手のスピリット1体を手札に戻すことで2コスト支払って召喚できるので、マジカルキャットの方を手札に戻していただいて2コスト支払って召喚します。フラッシュ、はい、フラッシュドラゴンキッド&マジカルキャット、でこのカードはマジックカードとしても使います。ターンに1回同盟、手札にあるこのカードを使用するとき、魂状態降臨元を含む自分のホアンパオリ&ドラーラチャイコスカイがいれば、自分のソウルコアをリザーブに置くことでこれ返ってくるんですよね。なるほど。権利シンボルすべてを満たします。めちゃめちゃ強いこのカード。8コスト5軽減、3コスト支払って、いや強いな、使用します。はい、このターンの間相手のスピリットすべてを BP0 にします。はい、でこの効果発揮後このカードをトラッシュに置かずにコストを支払わずに召喚できるので召喚します。レベル 1,2 のお互いのアタックステップ BP0 の相手のスピリット全てをアタックブロックできない。フラッシュタイミング、はい、当然乗りますよね。はい、おっとクローズエボル強い。投げますいいぞ良すぎ、素晴らしい。相手のスピリットアルティメット1体のコア3個をリザーブに置くか、コスト8以下の相手のスピリットアルティメット1体を破壊し、消滅破壊した時自分はデッキから2枚ドローできるので、こちらのドラゴンキッド破壊でお願いします。で破壊した時2枚ドローします。そして破壊したから除外ですか。そうですね、レベルが2なのでドラゴンキッドが破壊、ドラゴンキッドが退場してしまった。残ります。フラッシュ、フラッシュ、全員の新入生リリカルのアクセルの効果使います。これは赤のガーディアン新井くんがデザインしたカードですが、 BP3000 以下の相手のスピリットすべてを好きな順番でデッキの下に戻し、自分はデッキから1枚ドローします。こちらをデッキの下に戻します。下に、あーあーすごい、新井さん喜んじゃうじゃん。自分はデッキから1枚ドローします。ドローもできちゃう。で、はい、この効果発揮後このカードをオープンして手元に置きます。はい、で使いこなしてますねフラッシュはございません。こちらもフラッシュはありません。はい、タップします。フラッシュありません。こちらもありません。1点、はい、ライフできます。でこれでアタックステップ終了してエンドステップでターン終了します。タイトルいきます。スタートステップ、はい、フォーステップ、ドローステップ、だから、はい、仮面ライダー01、3コスト軽減なしでここで01召喚します、はい、召喚時効果がありますアップしません、しない、うん、アタックステップに入ります。アタックステップに入りました。アタックステップ開始時、はい、手元にあるこのカードはコスト6以上のスピリットがいるとき、自分のアタックステップ開始にコストを支払わずに召喚できるので、コスト6以上のスピリットがいるのでコストを支払わずに召喚します。アタックステップ、はい、仮面ライダー01でアタックしました。フラッシュないです。さすがにフラッシュタイムがないので、はい、何が乗るか。仮面ライダーグランドジオ、グランドジオ、仮面のコスト5以上に購入します。はい、あーあーそっちか、え、マジいけるじゃん。フラッシュは大丈夫です。こっちのフラッシュはありません。アタックステップ継続します。ジオがアタックします。仮面ライダーグランドジオでアタックします。アタック時効果、自分の手札にある系統仮面を持つカード1枚をこのスピリットの下に降臨元カードとして追加できる。そうした時そのカードに書かれたこのスピリットのアタック時を含む効果1つをレベルを無視してこのスピリットの効果として発揮できる。何を降臨元に追加するのか。手札から仮面ライダー龍騎サバイブを、さあゲド手札サバイブ、はい、通じ合ってんじゃん、通じ合ってる。 BP15000 以下の相手のスピリットアルティメット1体を破壊する。この効果で破壊した時、はい、このバトルの間このスピリットに赤のシンボル1つを追加する。なるほど、破壊で破壊しました。ダブルシンボルになりました。フラッシュはないです。ではフラッシュタイミング、はい、グランドジオのアタック中のフラッシュタイミング効果ですね、はい、このスピリットの降臨元カード1枚を1コスト支払って召喚することで相手のライフのコア1個を相手のリザーブに置きます。降臨元の仮面ライダー龍騎サバイブ1コスト支払ってレベル2で召喚します。召喚することによって
相手のライフを1点リザーブにお願いします。さあ、バーストは召喚時はございません。現象時、デジ何かあれば。フラッシュ。バーストなかったぞ。バーストはない。しかしフラッシュ、マジカルキャット放流します。ボリン、はい。あ、強いやつ来ちゃった。このスピリットの降臨時、自分のデッキを上から1枚オープンできます。このターンの間、相手のスピリット2体をそのカードのコスト1につき BP マイナス3000しますので、はい、相手のスピリット2体、はい、この2体を1マイナスマイナスします、はい、でオープンしたカードはデッキの下に戻します、はい、その後、このターンの間 BP0 のスピリット全てのシンボルを0に固定します。シンボル0に固定。シンボルも0になります。これで届かなくなった。まあ、シンボル0になってしまったので、サバイブの効果事実上打ち消されましたね。本当ですね。回復とドローがあるんですが、どちらから。回復からで。じゃあ回復はしません。単に1回止めで BP マイナス効果発揮後、 BP0 のスピリット1体につきデッキの下から1枚なので2枚下ろします。おお、すごい、はい、返す。今下に戻したやつもで回収しましたから。こちらはフラッシュございません。フラッシュありません。ライフで受けます。ライフ、はい、はい、一応レベル2の仮面ライダーリーフサバイブの効果が出て、シンボル分ライフバーンがあるんですが、シンボルが0なのでバーンも0です。これでアタックステップを終了してターンを渡します。なるほど。じゃあターンいただきます。スタートステップということは防御札が薄いという。ドローステップ。なるほどなるほど。自分のターン、このターンを降臨したドラゴンキット降臨します。このターンの間、相手のスピリット1体を BP マイナス1万2000できる。次に BP マイナス1万2000を書きます。はい、ゼロです、はい、まだゼロになった時効果は使わないです。はい、アタックステップに入ります。アタックステップに入りました。角川さん、アタックはこのキでアタックします。キットの方がです、ね、アタック時効果、この段の間、相手のスピリット1体を BP マイナス1万2000で振る。こっちにマイナス1万2000をします。ゼロです。はい、BP マイナス効果発揮をゼロのスピリット1体につき、自分はデッキの下から1枚ドローできる。2体いるので下から2枚ドローします。なるほどな。しっかりドロー力も強い。いや本当ですね。BP マイナス効果発揮後、自分のスピリット1体を回復できるので、ドラゴンキットを回復させます。で、降臨中レベル3のアタック時効果、 BP0 の相手のスピリット1体をデッキの下に戻すことで、相手のライフの子は1個をリザーブにアップ。ここを回復状態の方をデッキの下に戻すことで、ライフの回転を抜きたいです。なるほど。じゃあデッキの下に、はい、強っ。いやすごいですね。はい、いきます。さあ状況を戻しつつ、ライフも抜きつつ、ね、現象時のテージはございません。なし。フラッシュ、こちらはありません。ないか。こちらもありません。先ほどの攻撃に全てをかけていたというところでしょうかね。ライフで。もう一回できる。もう一回できる。それはないです。ランスじゃない。ないか。アタック。さあこれで決まるか。レベル3のアタック時、BP0 の相手のスピリット1体をデッキの下に戻すことで、相手のライフの子は1個をリザーブに置きたいです。挟まないですね。こちらは戻したいです。デッキ下に。何もないか。戻って。ゲットしました。ドラゴンキット。あ、強かった。トリガーさん。すごいな、ナギちゃん。さあ、お二人お疲れ様でした。ありがとうございました。勝利ということで、影川さんいかがでしたか。新井亮平さんのプロデュースカード、リリカ活躍しましたよ、新井さん。嬉しそう。めちゃくちゃそれ強かったですね。強かったです。救われて、勝てて、ね、はい、良かったです。そして、渡辺さん。はい。ちょっと5点の盤面を自分で作ることはできてたんですけど、はい、ちょっと向こうにコアがなければという希望的観測のもとでの綱渡りだったので、なるほど、やれることはやったかなと思います、うん、さあということでございまして、まあね、カリスマ候補生は、6分の1勝ということ。1勝してますから、はい、1勝しましたからね。だってエイジスとガーディアンにね、うん、その中から1勝取ってるんですか、すごい。いや、まあ、カリスマ候補生のね戦いはこれからでございますから頑張ってください、うん、ということでお二人お疲れ様でした。お疲れ様でした。
改めて6戦終えて率直なお気持ちいかがですか？ちょっと悔しい部分が残りすぎてしまってて、自分100点だったかって言われると正直100点だったとは言ってあげられないんです。でも私のバトスピのスタイルじゃないですけど、なんかそういうところはしっかり表現できてたんじゃないかなと思ってます。ゆっくりかもしれないですけど着実に成長が重なっていると自分でも思っていて、バーストが伏せられていたら気をつける、召喚獣をあえて発揮しないとか、知識が増えるにつれて対応できることが増えていくっていうのはすごく、何でしょう、バトルを重ねるごとに本当に思うことなので、そういう意味では10ヶ月前に初めてバトスピ始めましたっていう人間がこのくらいできるようになりましたよっていうのはお見せできたんじゃないかなと思います。坂口さんとのバトル、あれは僕の中では結構もう負け確定の手札がずっと続いてたみたいな感じだったんですけど、あんな粘れると本当に思ってなくて、で多分あの粘れた時間っていうのは多分この10ヶ月間の間に知った痛みの数、あの時間なんとか粘れたじゃないかなと、まあよく言うと勝ちたかった勝ちたかった、勝ってたら100点でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。カリスマ候補生は6戦中1勝ということでございました。ご褒美のおさらいいたしましょう。2月開催の大解放祭オンラインにてバトルを1戦でもした方、全員にですね、トレジャーパック2023を配布いたします。ありがとうございます。一生してよかったです、ね、本当に何にもなかったらねちょっと申し訳なかったです。そうなんです、はい、カリスマ特別企画、うん、目指せカリスマエキシビジョンバトル、お二人いかがでしたか？候補生らしいというか、うん、そうですね、なんかね、あの土壇場でも日和らない感じとか、まあ見せるようになんかやってたような気もしますし、なんかこの中から本当にカリスマになる人が出るんだろうなって感じしました、ね、うん、期待値が結構高くなってる分だけ彼らのプレッシャーでかかったと思うんですよ、うん、だからこそすごい今日いい経験できたんじゃないかな、うん、これをもう糧にしてどん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 成長していってもらいたいなと思いますね、はい、うん、はい、ということで、はい、最後はじゃあアグケンさんの掛け声で終わりにしましょう、はい、お願いします。それじゃあ今年もバトスピやろうぜ。イエーイ、バトスピニュース。大人気オンラインイベントバトスピ大解放祭オンラインが2月5日日曜日にバンダイ TCG オンラインロビーにて開催予定です。さあ、ということで改めまして、大解放祭オンラインとはバンダイ TCG オンラインロビーにてリアルカードを使用した公式オンラインイベントとなっております。今回はですね、バトルオブリベンジャーズで配布した記念品をゲットするチャンス、そして今回ですね、カリスマ候補生が皆さんのために頑張ってバトルしてくれましたので、それによってですね、獲得した記念品が手に入るチャンスとなっております。はい、ということでね、今回カリスマ候補生見事にね、一勝もぎ取ることができましたんで、もともと予定していた記念品にプラスいたしまして、なんと参加して一戦でもバトルを行った方全員ですよ、全員にトレジャーパック2023を1パックプレゼントしちゃいます。豪華、ありがとう。いや、もうめちゃめちゃね、豪華になりましたけれども、うん、健太さんいかがですか？いや、やっぱりね、ちょっとヒヤヒヤした時もね、なきにしもあらずだったんですけど、しっかり候補生一生勝ち取ってくれましたから、そのね、候補生の一生みんなもね、しっかり受け取って喜んでいただければなと思います。さあ、先輩ミラクルさんいかがですか？いや、もう結構泣くかなと思っちゃったんですよね、その最初。ね、ちょっと勝ちが取れなかった時に、でも一生、3人で頑張って取った一生ですから、うん、それはもう皆さんもね、こう受け取って、ちょっとカリスマ候補生たちの3人にもちょっと褒めてあげてほしいなと思います。ありがとうございます。はい、そうですね、もうね、6戦中一生ですけれども、大事な大事な3人で取った一生ですから、皆さんに還元させていただきたいと思います、うん。さあ、そしてですね、もちろん他にも物販品もご用意しておりますので、詳しくは公式ホームページの方をご覧ください。よろしくお願いいたします。さあ、ということで2023年もみんなでバトスピ熱くなろうぜ。